そんなオーバーロードは、はい、テレビアニメ境界戦記第2部のオープニングテーマになっておりますが、はい、こちらはどんな楽曲になっておりますか。この曲はオープニングらしい本当に爽やかで疾走感のある曲調なんですけども、うん、アニメの物語とリンクしたちょっと切ない悲しげな歌詞がすごい魅力の曲となってます、うんうん、この楽曲が収録されているミラーは境界戦記のイメージアルバムということで、イメージソングやフキンバラさんが歌われた第1部のエンディングテーマ、そしてフキンバラさんご自身が作詞作曲をされた楽曲も収録されていますよね。はい、作ってみていかがでしたか。アニメを見ながら私作っていったんですけど、うん、アモーとかガイとかっていう登場人物のセリフから、うん、あ、このセリフいいなって思ったのを歌詞に入れてみたり、そういう楽しみ方、作る楽しみとかがあってすごく楽しかったですね、うん、そうなんですね、はい。じゃあなんか普段な自分の完全なオリジナルだったら出なかったような言葉だったりが結構出てきてて、はい、そうですね。へえ。アニメから取り出していくっていう発想はもう自分でそうしたいなと思ってたんですよ。このお話をいただく前から、うんうん、自分の中でなんか一曲作りたいなっていうのを思ってて、うん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 、せっかくアニメのなんかイメージした曲を作ってもいいよっていうことだったのですごい楽しみながらやらせていただきました、すごい。曲調とかも普段のご自身だとあんまりないような曲調にはなってるんですか。そうですね、ちょっとあのエンディング楽曲とかも、うん、あのバラードな感じの曲なので、うん、私はロックな感じのかっこいい曲を作りたいと思って。楽しみな。苦戦したところとかは何かございますか。そのアニメの要素も入れながら私らしさも残したいなってやっぱり思ったので、うんうん、その曲調であったりとか歌詞であったりを、なんだろう、私らしさってなんだろうってもう一回考えながら曲に入れていきました。私らしさってなんだろうって名言飛び出たなかなか言ったことのないセリフですね